コールタワーマクミランエステート、よろしくお願いします。今日はゴーストフェイスで戦います。で、今日なんだけども、死を呼ぶ追跡者と、なんだっけ?デボアホープを使ってるんだけど、これいきなりいいんじゃない?生存者の位置見て、はい、お願いしまーす。ね、初動でいきなり生存者をダウン取って、このまま、トークン貯めてって、いきなりワンパンしまくっちゃおうかなと、思っております。そういう作戦ですね、今日。なんで、この初動の立ち上がりは、めちゃくちゃいい。しかも、クローデットが、すでに、溜まりかけてるので、すぐワンパンできちゃうよ。これ、クローデットなんで見えてんだ?不死か。あ、殴っちゃうと、ゲージがゼロになっちゃうんで、これは殴らずに、負傷をばらまくだけで、いいかな。おい。オッケー。で、これ戻ろっか。信用消して、クロちゃんが真ん中の発電機戻って、あー、ちょっと、あんた、やめて、見ないでよ。やめてよ。どこ行った?クロちゃん?発電機やってない?クロちゃんどこ行った?あ、くそ、クロちゃん見つけたい。いや、でもいいか。なんか回復してるっぽいし。行くか。よし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 。いや、これでも全然いい。普通にダウン取れるんだったら、よしでしょう。で、不死破滅、不死破滅じゃねえ。不死あるんで、一回分はトーテムが守られる。から、とりあえずは安心。普通にワンパンはいけそうだな。ジェイク発見。クロちゃんどこ行ったんだろうな。あんまり離れてないような気がするんだけど。いい感じに堕落が効いてるね。はい。信用消そう。あ。いいよ!ジェイク!ちょっとずつ冷めるよ。あれどこ行った？あー、丘向こう行ったか。丘向こうだよな、これ。ん?あれ?足跡が消えてる。あー、見失っちゃったけど、まあいいか。ある程度は溜まってるから、お?これクロちゃんいるんじゃない?あし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 。よしよしよし、来た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 。これよ。そんでね、この人吊るす。で、この人が救助される。で、トークンが3つ目溜まります。そっからワンパンですよ。この初動立ち上がりからのこの勢いですね。これが死を呼ぶ追跡者デボアホープ。トーテムを探しにかかるはず。思った以上に堕落が効いてるから、あんまり発電機回ってないな。うっす。どうも、ワンパンです、もう。さあ、探してください、トーテム。一つは見つけやすい。もう一つは分かりにくいところにある。こうしてる間にトークンまた溜まってくからね。やばいよ。5トークン溜まったら地獄だからな。メメントができる。ここにいない?ロッカー?違うか。いないか。あー。トーテム探してるかな?それとも発電機ガン回しか。一応ね、今回遅延パークないから、ガン回しされたらそれはそれで、嫌なんだけど。いたー!クロちゃん!あー、なに?スマチョクか?足早かったよな。これは、普通に追っかけていいかな。ダウン取りたい。トーテム触っただろうから、ストライクは使えないと思うんだよ。はい。さて、後藤くん目。そんで、クロちゃんトーテムバレてるから、この人には、秘密を墓場まで持って行ってもらおうか。
他の人にバレるかもしれないからな、でも。どこだ？これさ、覗かれてるときさ、どっから見られてんのかわかんねえんだよな。大体の方向はわかるんだけど、詳細な位置がわかんない。解除されるまで。よーし。来た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 。いた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 。いたいたいた。いっぱいいるいっぱいいる。あーららららやっちまったねー。で、シェリル逃げたか。君には死んでもらおう。殺傷。はい、記念撮影と。早いね。もう後藤くんですよ。これでもうサバイバーを吊るす必要はないし、ずっとワンパン状態。めちゃくちゃ怖いでしょ。まあ、トーテムは破壊しに来るだろうな。もう全然いいよ、これは破壊しても。で、これでもう索敵しちゃおっか。覗かれたらそっち追っかけに行くって感じで。索敵に使う。あれ？上にいない？あら。あらららららら。あんたスマチャクなかったら終わりよ、これ。あらー、スマチャクなし。さて、君にもいなくなってもらおうか。やっぱデバーホープって気持ちいいな。一瞬で試合が決まるね。すごい顔。残り2人。トーテムさよなら。ただこれね、不死なんですね。トーテム、もう1個破壊しないと、デバーホープはなくならない。頑張って見つけてください。闇の包囲を使う意味ないけど。解除させる動きで。あと、ステイン見えないか。デッドハートじゃないよな。はい。さて。メメントしちゃいますかな。ハッチ勝負いきますか。全滅狙いしたいところだけどね。本当は。まあ、時間かかりそうなんで。あと、ゴーストフェイスだったら割と索敵しやすいと思うんで。あ、いや、いるじゃん。普通に走ってる。ハッチは今出たはずなので。お、それやばいんじゃね？あんた。届くよ。いやー、やりましたね、これは。いや、4メメントは嬉しいな、普通に。しかもこれ、この構成にして一発目の試合なんで、一発で決まった。強いんじゃね、この構成。どうなの？死を呼ぶ追跡者で、初動絶対ミスらないようにして、デバーホープのトークン貯めてって、不死があるので、一回は壊されない。あ、でもなんか、ランクバラバラだったのか。パーティーだったのかな、じゃあ。はい、ってことで、今日は、死を呼ぶ追跡者、デボア・ホープ・ゴースト・フェイスでした。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、さよなら。バイバーイ。